虎杖勇士、お前を呪いとして払う。いや、なんともねえって。シグロもボロボロじゃん。早く病院行こうぜ。今どういう状況？五条先生、どうしてここに？いや、来る気なかったんだけどさ、さすがに特級呪物が行方不明となると上がうるさくてね。ごめん、それ食べちゃった。マジ？マジ？本当だ、混じってるよ。少なと買われるかい？ああ、うん。じゃ、10秒だ。でも大丈夫、僕最強だから。これを菊服。後ろ！おい、いつの時代でも厄介なものだな、呪術師は。そろそろかな。お、大丈夫だった？驚いた、本当に制御できてるよ。ちょっとうるせえんだよな。さて、ここでクエスチョン、彼をどうすべきかな。死なせたくありません。市場？市場です。任せなさい。死刑ね。これは君が食べた呪物と同じものだ。全部で20本。日に日に呪いは強まってるし、現存の呪術師や封印が追いついてない。君が死ねば中の呪いも死ぬ。うちの老人どもは臆病でね、今すぐ君を殺せと騒ぎ立ててる。二つの選択肢がある。今すぐ死ぬか、全ての宿儺を見つけ出し取り込んでから死ぬか。亡くなったのは？じいちゃん。すまないね、そんな時に。呪いの被害って結構あんの？特殊なケースだけど、被害の規模だけで言ったらザラにあるかな。宿儺の捜索をするとなれば、凄惨な現場を見ることもあるだろうし。ま、好きな地獄を選んでよ。お前は強いから人を助けろ。宿儺が全部消えればさ、呪いで苦しむ人も少しは減るかな。もちろん。あの指、まだある。気色悪いなぁ。確定だね。宿儺相手に難なく自我を保てる。宿儺は全部食ってある、あとは知らん。楽しい地獄になりそうだ。教授に荷物まとめておいで。どこ行くの？東京。伏黒、元気そうじゃん。俺見てそう思うか。呪術高等専門学校1年生は君で3人目。宿儺すげえ山ん中だな。東京も郊外はこんなんよ。とりあえず勇士はこれから学長と面談ね。下手打つと入学拒否られるから。そしたら俺即死刑。なんだ、貴様が頭ではないのか。小僧の体物にしたら真っ先に殺してやる。宿儺に狙われるなんて光栄だね。先生とどっちが強い？勝つさ。遅いぞ悟。攻めるほどでもない。おっさんが可愛いを作っている。その子が？虎杖勇士です。何しに来た？呪術を習いに。その先の話だ。その先に何を求める？宿儺の指回収するんすよ。なぜ？こういう遺言なんでね。俺はとにかく人を助けたい。他人の指図で君は呪いに立ち向かうと不合格だ。納得のいく答えが聞けるまで攻撃は続くぞ。そもそも他人じゃなくて家族の遺言だっつーの。家族も他人のうちだろ。呪術師は常に死と隣り合わせ、不快な仕事だ。ある程度の怒り具合と高いモチベーションは不可欠だ。それを他人に言われたから笑わせるな。自分が呪いに殺された時もそうやって祖父のせいにするのか。嫌なこと言うな。気づきを与えるのが教育だ。死に際の心のありようを想像するのは難しい。今のままだと大好きな祖父を呪うことになるかもしれんぞ。今一度問う、君はなぜ呪術高専に来た？宿儺を食う、それは俺にしかできないんだって。死刑から逃げられたとして、この使命から逃げたらさ、今宿儺のせいで人が死んでるかもなってへこんで。そんなのごめんだね。自分が死ぬ時のことは分からんけど、生き様で後悔はしたくない。合格だ。ようこそ呪術高専へ。おー
でも別にユージが戦う必要なくない？いい、やるったらやる。君の中のスクナが力を取り戻すために指のありかを教えてくれる。そんな親切か、こいつ。そこはウィンウィンの関係が築けると思う。隣かよ。お、伏黒。空室なんていくらでもあったでしょ。おお、ちゃんとしてる。迷惑だっつうの。それより明日はお出かけだよ。3人目の1年生を迎えに行きます。ようやくあのクソ田舎ともおさらばね。午後には東京か。スカウトされたらどうしよう。スタダとか